皆さんこんにちは。さあこんにちは。いよいよ10月に入り、阿蘇市田んぼではですね、もう稲刈りもだいぶ進んでいます。皆様のお住まいの地域ではどんな秋の風景が見られますか？この度阿蘇市では、ある節目を迎えました。9月30日をもって宮川清樹前副市長が退任されました。先の第4回阿蘇市議会定例会で、次の新副市長も選任されたわけですが、まずは、佐藤義雄阿蘇市長に、宮川清樹前副市長についてお話を伺っていきます。宮川清樹前副市長は平成17年7月からまず収入役として就任され、その後平成19年4月から副市長として、10年半にわたり市の発展に全力を注いでいただきました。振り返っていかがですか？宮川副市長との振り返って考えるとですね、合併の時新しい阿蘇市を作っていかなければいけないということで、市民の皆さん方から負託をいただいた私だったんですけれども、私もまだその当時は阿蘇に住んでいたわけではありませんし、多くの方を知らなかったんですね。でもいざ任された以上は、まずいろんな教育委員さんはもちろんですけれども、いろんな委員の人のやっぱ選任をしなきゃいけない、その選任をするにあたって、一番こう要になる副市長さん、その前に収入役をやっぱ探さなきゃいかんということで、すごく苦慮をいたしておりました。でも宮川さんとは実は深いお付き合いでもなくて、県の農業改良普及委員を長くやっておられましたし、定年退職になる直前に2回ぐらいしか僕は会ってなかったんですよね。でもそんな状態の中であったけれども、やっぱり多くの阿蘇市の農業者はもちろんのこと、住民の多くの人を知っておる方だと、それもやっぱあっちだこっちだというんじゃなくて、公平にいろんな事業に取り組み、また判断をしてくださる方でもありましたので、宮川さんに直接お願いに上がって、相当無理も、お願いしながら、なっていただいたということで、大変まずはありがたかったなと思いました。宮川前副市長就任期間は阿蘇市も水害だったり、地震、また噴火、いろんな自然災害、いろんな課題がありましたが、そんな時に、宮川さんはどんな存在だったでしょうか？そうですね、やっぱ合わせて12年と7ヶ月間の、任期でしたけれども、あんまりものを言うタイプでもないけれども、やっぱり前線で頑張っておる、職員のみんな のやっぱ気持ちをしっかりと理解をして、慰労してやったりとか、励ましてやったりとか、あるいはその災害の時いろんな問題にぶち当たった時、あるいは個人的にもおそらくいろいろ悩みもあったとか、そういうものをやっぱ宮川副市長が当時もう私たちのお父さんみたいなもんですよね。何もかもはもう受け止めてくれる、そんな身のように広い人でしたので、そこの面においてもすごくみんなが助けていただいた部分もあったと思いますし、水害の時にしてももう倒れるであろうと、あるいはこの地震の災害にしてももう疲れ切ったという時でも、自分の部屋にずっといるんではなくて、いつも職員の頑張っているその姿武将に行って励ましをしておられた、なかなかこれはできることでもないし、やっぱり人柄ではなかったかなとまず思っておりますけれども、9月29日には宮川さんの退任式も行われまして、たくさんの職員の方々が本当にお見送りにね、行かれた場面は本当に印象的で、今おっしゃったように本当に職員からも、そして住民の方からも愛された副市長だったんだなと思いますね。だからやっぱり合併をした当初は、職員もそうですけれども、住民の皆さん方も期待がある一方で、戸惑いとか、あるいは本当に良くなるんだろうかとか、
そういう不安感もいっぱいあったと思うんですね。でも私以上に農業改良普及員をしておられたから、多くの人を知っておられた。その中でよく潤滑油になっていただいて、そういう不安感を取り除く、そういう意味ではもう一番的確なお方であったと思いますし、そのおかげで農業はもちろんのこと、他のいろんな事業についても、その一つの型ができてきた。その型の中でも、ややもすると旧町村のしこりというものがそのまままだ残ったりすることがありますけれども、私が受け止めている範囲内ではもうそういうしこりもなくて、いつの間にか気づかないうちに新しい阿蘇市民としてもうみんなが進んでおると、この姿はやっぱり副市長であった宮川清樹さんの人柄とそのご功績によるものだと思っていますし、それを大事にしながらこれから私たちは甘えることなく、また一人一人がそういう意識を持って新しいこの災害からの復興を乗り越えて、作っていかなきゃいかんという気持ちを持っております。はい、本当に宮川前副市長、これまでのご功労と敬意に感謝を申し上げます。長い間お疲れ様でした。なお11月1日付で和田和彦新副市長が就任されました。これについては、広報阿蘇にも記事が掲載されていますので、市民の皆様ぜひご覧ください。さて次の話題ですが、今日は、立派な黄金色の稲穂が目の前に並んで、もうすくすくとですね、このすごいですね、触れるのが大変遅くなりましたが、こちら阿蘇市で採れた今年の新米です。そうですか。はい、市長も新米はまだ僕はいただいてないんですよね。阿蘇市はですね、とても米を作るのには恵まれた環境にありますし、そうですよね。はい、自然やお水とかですね、空気もきれいなところで育った、新米なんですけれども、実は阿蘇地域になるんですけれども、一番多い出荷のブランドがですね、阿蘇コシヒカリと、もちろんご存知、知ってますね。あと、ミルキークイーンとか、いろいろ森の熊さんとか日の光とか、いろんなものがありますけれども、JA の、出荷ももう始まっておりますので、皆さんのお住まいの地域でも阿蘇の新米ご覧になりましたら、ぜひ買って、いただきたいと思います。そうですね。阿蘇市の市長さんが以前、阿蘇に来られた時、その時感じたのが、やっぱ米が美味しいと。すごく今回もそのようなことをおっしゃっておられまして、すごく胸がこうちょっとこんな状態になりましたけどね。本当はそれも農家の皆さん方が一生懸命心を込めて、それと同時に先ほどみたいに気候もいい、それから水もいいという、全ての条件が整っているからかなと思ってますけれども、そんな阿蘇の新米が実は今回のクイズのプレゼントになっております。皆さんぜひご応募ください。ではその問題を市長に出題していただきますが、よろしいでしょうか。問題はですね、阿蘇市の中でお米がすごく美味しいんですけれども、美味しい中でも一番収穫の多いブランド米、このブランド米のお米の名前は何と言うんでしょうか。これが今回のクイズの宿題です。はい、ヒントはですね、阿蘇、その後にひらがな5文字が続く名前となっております。放送の中でも出てきましたので、出てきましたね。皆さんぜひもう一度巻き戻して見ていただいて答えをお寄せください。今回のようこそ市長室は、9月30日付で、退任されました宮川清樹前副市長について、そして阿蘇の新米について佐藤義雄阿蘇市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で内田農場より新米森の熊さん2キロ入りを2名様にプレゼントします。スリムな米粒と粘りがあるのが特徴で、ご飯ソムリエでもある生産者が一粒一粒丹精込めて育てました。オンラインショップアソモでは森の熊さんをはじめ新米の予約注文を受け付けていて、品種によっては発送も始まっています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、
メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは10月31日火曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。阿蘇サイクルツーリズムの愛称はの答えはコギダスでした。たくさんのご応募お待ちしています。